はい、皆さんこんにちは。セルバイスアルと申します。本日はですね、このキヤノン R6 Mark II というカメラ、発売開始から数えてもうすぐ1年経ちますし、私個人的にも発売直後すぐ買って1年経ってきましたので、長期使用レビューというものをお送りしたいと思います。セルバイスアルの動画。私はR6 Mark II Vlog というものと、今撮影している G9 II Vlog という感じで、小出しにですね、カメラの使用感とか見つけた機能とかいろんな検証などをですね、出してますので、細かいところはぜひそちらも見ていただきたいと思うんですけれども、今回は1年の区切りのレビューということになりますので、そのちょっと Vlog からは離れた独立した動画として出そうと思ってます。で、簡単に私がこのカメラに行き着くまでの経緯をご説明いたしますと、それまで私はですね、5年ぐらいルミックスのカメラを使ってまして、最初はマイクロフォーサーズから入って、最後1年半ぐらいは S1 と S5 というですね、フルサイズのセンサーのカメラを使っていました。音、映像、もちろん静止画、かなり良かったんですよね。色味も一番好きなカメラなんですけれども、もう弁慶の泣きどころとしてですね、オートフォーカスが弱すぎると、もうついていかない方がいいだろうこのメーカーはと思って、じゃあもう振り回されない一番いいメーカーはどこだということで、これマウントの規格とかですね、いろいろなところを下調べして、最初ですね、去年の10月、2022年の10月にこの先代の R6 というカメラに移行いたしました。で、これもちょっと言い漏れましたけれども、私は静止画と動画と、半々で使う、アマチュア野郎、下手っぴ野郎でございまして、で、主に、作品というか作例の発表場所っていうのはインスタグラム、そして、この YouTube と、で、YouTuber チャンネル4つも持ってまして、そんな感じでやってるんですね。なので、そのハイブリッドで高いポテンシャルというかパフォーマンスを出せる、メーカーはどこなのかと。ということで、最終的に行き着いたのがこの RF マウントだったんですが、その R5 と R6 ほぼ同時に出たんですけれども、あれ何年前ですかね、ことしやかに言われてるところだと、かなり開発を急いだと。他社、特にソニーがですね、先行してバン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 とシェアを広げていたので、で、それはちょっと一理背景としてあるんじゃないかなっていう気もするんですね。R6 使った時にその辺を結構強く感じまして、この見た目とかね、マーク2と初代は見た目を酷似してますんで、これを例にとってちょっとお見せしていきますけれども、別段特に構造的な問題みたいなものはなくて、パッと見すごい丸いなと思ったんですよね。ルミックスが結構最近は特にカクカクデザインなので、ちょっと GH5 とかですね、往年の名機ルミックスで思わせるような丸っこい感じが逆にちょっと可愛いなと。この軍艦部がすごい低いんですよね。で、それでいてですね、握りはすごく良くて、意外に深くて、私は手のサイズはちょっと標準より少し大きいぐらいの人なんですけど、そういう操作感ですね、ダイヤルとか、ルミックス最強と思ってたんですけど、こちらの方がもうむしろ使用感はいいかな。ダイヤルの接度感とかですね、最高ですね。その辺は特に問題なかったですね。細かいところは後ほど申し上げますけれども、ただ明確にちょっとこれ未完成だなと思ったところがあって、前のモデルはですね、2010万画素のセンサーを積んでたんですけど、それのね、発熱がとても多くて、それによって熱停止が多いし、速度ですよね。私は連写やらないんですけど、このマーク2になって連写の速度もだいぶ上がってますので、要は熱持つから熱停止しやすく、バッテリーの持ちも悪かったんですね。で、最近はもう私やらなくなっちゃったんですけど、長回しのこういう収録だけじゃなくてライブも結構やっていて、で、素の状態で使うと確か1時間持たない、40分ぐらいしか持たなかったかな。その辺も過去の動画で、ね、見ていただきたいと思うんですけども、ちょっとこれはまずいなというのと、あと動画の音声ですね。マイクがこの位置にあるんですけど、すごいノイズが入るんですよ。
メカノイズ。で、あとまあ動画の撮影中の赤枠表示。確か初代なかった気がするな。水準器の表示が撮影中は消えちゃうとか、主に動画方面で結構厳しいところが一気に出てきちゃいまして、失敗したかななんて思ってる時にマーク2が出てきたんですよね。で、初代とマーク2の違いは何かというと、まずセンサーが変わって画素数がちょっと増えて、これは少し心配だったんですけど、2420万画素になって、ただね、このセンサーがもう最高ですね。これでもうバッチリって感じ、このマーク2が。で、先ほど申し上げた熱停止しにくくなったし、倍ぐらい動画撮れるようになりましたね。私なんかヒートシンク自作で持ってますから、まあ、自作ってほどのもんでもないんですけど、それつけるとまあほぼほぼ、まあ、特に私が住んでる北海道で、まあ、そういう機会はあんまないんですけど、あの炎天下で撮るようなことをしたとしても、例えば30分撮ってちょっと休んで、30分撮ってちょっと休んでみたいな使い方をすると、想定すると、まあ、ほぼ問題ないというレベルまで来まして、バッテリーの持ちも良くなった、もう言うことなしですね。で、あの自動その動体認識の AF も、あの自動が結構選べる、まだその機種って少ないんですけど、業界全体見ても、要は飛行機とか車とか人物とかですね、カテゴリーごとに、シチュエーションごとに自分で選ばないといけないんですけど、これはあのそこも含めて全部判断してくれると認識機能を持ってまして、とても素晴らしいです。で、あと変わったのがですね、このマイク、そのうるさかったのが中にですね、ノイズキャンセリングのマイクっていうのが入りまして、それを当てた結果の、要はリダクションされた音声を記録できるようになりました。で、これも検証動画何度も上げている通りですね、効果はかなり顕著です。あの完璧じゃないんですけど、相当違います。特にあの今私持ってないんですけど、あの L 非 L レンズで STM の駆動方式を持ったレンズですね。特に私が持ったところだと一番うるさかったのは 16mm の F1.8 だったっけな、すごい小さい、使い勝手のいい、オーブリングは多かったですけどね、フォーカスブリージングは。ただ小型で写りも良くて明るいっていうレンズがあったんですけど、あれがねカッチ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 になるんですけど、あれをこの初代リダクション、ノイズリダクションがない R6 で撮ると、もうねちょっと許容しがたいぐらいの感じだったんですよ。いや、もう一個なすごいブーブーなるのもありましたね。あれ何ミリだったっけな、24ミリかなんかで、もうなんかね、価格ドットコムのレビューで包皮の音がするっていう、なんかおじいちゃんがすごい怒ってて、ちょっと笑っちゃったんですけど、その通りの音がするレンズがあったりとかですね、まあなかなかひどかったんですよ。で、それが先行して出ていたですね、 R7 からそれが乗って、で、これと R8 が今のところ乗ってるのかな、 R10 はどうだったろう、ちょっと忘れましたけれども、最近のステレオマイクを備えた中堅以下の R シリーズについてはリダクションが載ってまして、で R7 でレビューしてる人がいて、そこで顕著で効果があったので、マイクの位置は変わらないけれども、まあ、ある程度の効果あるだろうと思って、すぐちょっと無理して買い替えしました。まあ、これはだから RF のマウントシステムのちょっと限界ですよね。レンズの設計思想でノイズをあんまり抑制することに重きを置いていないのか、これ以上抑制できないのかわからないですけども、マウントを総じて静かなマウントではないってことですね、動作は。まあそこはありますけれども、なかなかよく仕上がってきたということです。まあちょっとこれ経緯含みの、ちょっと取っかかりの部分だったんですけど、じゃあこれ単体ですね、改めて。じゃあ良かったところ、悪かったところで改めて申し上げていきましょうか。で、良かったところはですね、もう写りが完璧。もう個人的にはですね、フラッグシップじゃないかぐらいの写りをするって言えますね。まあ私は本当にあのアマチュア野郎で、老現像もあんまりしないんで、というのがあの対象がね、自然風景とか、特にキノコとか木を結構撮るので、あのどちらかというとあらかじめプロファイルを作っておいて、で、いろいろ試し撮りして、割と平均的によく撮れる状態のプリセットで撮り切っちゃうっていう人なんですよね。記録的な意味合いも持って撮影してますから、その要は季節のこの場所でどういう日の光で、どういう木々がどれぐらいの発育をしていたかみたいなところもちょっと残しておきたいので、変に色のせたりするとそこが分かんなくなっちゃうんですよね。だから同じプロファイルで撮り尽くすという手法を取っているので、暗部の粘りがどうとかですね、ハイライトがどうっていうのはあんまり分かってはいないんですけど、
ただもうそういう使い方をする中でも高感度体制めちゃくちゃいいし、とにかくシャープで高精細 でよく言われてるのが、まあ、キャノンはちょっとルミックスにも似てるんですけれども、温かみがあって特に肌色がすごく綺麗みたいなことを言われていてですね。でそこはあのコンデジで私使っていた時にも感じていたところで、ほぼ全社のコンデジ使ったことがあって、キャノンはやっぱり結構良かったんですよね。長らくパワーショット TX3 とか TX1 だかちょっと変わった形の動画向けみたいなコンデジを最後使いましたけど、もちろんイクシーも使ってまして、それもパワフルに強化したようなめちゃくちゃ躍動的な写りをすると、もう艶っぽさみたいな色気みたいなものを感じさせてですね、あこれはもうねフルサイズやっぱりすごいっていうのと、ルミックスまあ比べるもんでもないんですけど、やっぱレンズのね平均値の高さとかいろいろ加味して、こちらもこうやる気が結構高まってきてですね、ルミックスのフルサイズ使っていた時は24のハーフマクロのレンズがめちゃくちゃ良くて、でなかなかいいマクロのレンズに出会えなかったので、ほぼそれで取り切ってたんですよね。だからこう割と本当に Vlog っぽく撮っていたので、キノコ撮るにもマクロレンズの結構明るくていいやつとかじゃないとあんまりこう追い込めなくて、だそこまでその静止画ガチガチに向き合わずに、まあ、手放しちゃったところはあるんですけど、まあ、そういう意欲もかきたてつつそれに十二分に応えてくれるということで、めちゃくちゃ静止画はねいいですね。で連写もすごく良さそうな感じですし、まあ、その辺も結構使い込んでみたいなっていう気を起こさせるような写りをしてくれます。でそれはもう動画も同じですね。動画もめちゃくちゃいい。今年1年使ってですね、で途中であの最後に作った4つ目のチャンネル、キノコチャンネルっていうのを作ったんですけど、やっぱそこもすごく好評で、まあ、チャンネル登録者自体はそこまで今伸びてなくて1000人まだ行ってないんですけど、まあ、出せばもう1000回回るっていう、あのフィールドワーク系であればですね、で1万回超えるような回ったやつもちょいちょい出てきていて、でワンイシューにしたんでコメントもたくさんいただけるようになったんですけど、やっぱり結構外出に言及してくれる、方も増えてきましてですね、まあ、願ったり叶ったりというところでございます。で音もですね、そのノイズの問題はあるんですけど、やっぱりあの方向が前向いてるってこともあって結構ですね、あの定位がいいことが最近気づいてきました。ノイズリダクションを真ん中の位置標準というところにして撮ってあげると、まあ静かな森の中とかだとねノイズ乗っちゃうんですけど、メーカーノイズが、ただ定位はすごく良くて、例えば三脚に置いて自分がこう映り込むような時の歩いていくようなシーンですよね、そういう時の枯葉の音の踏みしめる音がこう移動していくような時とか、いろんなところで鳥が鳴いていてせせらいでいるとか、そういったところの定位の雰囲気に取りみたいなことが結構優秀ですね。まあ、こうやって風防をつけるとほぼウィンドノイズもカットできるので、まあ、なかなかいいですと。で操作性とかも先ほど申し上げた通りでなかなかいいというところになります。でついでに申し上げておくと、レンズもですねなかなかやっぱり、まあ、いいところ悪いところあるんですけど、まあ、悪いところがいっちゃうとやっぱ値段が高いですね、うん、めちゃくちゃ高い。でこの1435だと中古で20万ですよ。よく頑張りましたね私。でこの24240は14万ぐらいですね。でこのマクロがやっぱり16万ぐらいでしょ。ねえ、この3本で私頑張ってますけど、これだけ用意するのにいくらかかったんだっていうね、振り返りたくないような感じですよね。だこのボディも今35、6万とかでしょ多分ね。からね、ミドルグレードと言いつつ、もう値段的にも、もうなんかハイエンドな感じですよね。で、この前にも16ミリ単焦点、24ミリ単焦点、あと1535を使いました。で、そのどれもですね、やっぱりあの、リセールバリューはとてもいいっていうのはあったので、まあ、資産として考えるという意味では、特にアルフマウントは今、他社も進出もないですから、そういう意味ではまあ、買って値段が下がっちゃうみたいなことはないので、その点はまあよしよしってとこかなっていうところなんですけど、じゃあそのレンズのラインナップ周りですね言いますと、やっぱこの1435もめちゃくちゃいいし、で1535だと 2.8 なので明るいので、ちょっとあっちの方が重あのでかくて重たいんですよね。であれはね、ゴーストが出ちゃうのが分かって、
て夜撮影で、なのでまあこちらに残したんですけど、もうこれもすごくいいですね。まあこういう YouTube で自撮りとか狭い時とこでの物撮りみたいなことをするにはもうバッチリだし、まあ、風景とかで撮るのもいいし、物撮りでもある程度ね35ミリ でこれ結構寄れますからなかなかいいです。すごく写りもいいし、この24240はこの焦点距離がいいですよね。10倍ズーム24でそんなに寄れないんですけど、そんなに明るくもないし、でも写りはいいし、24でやれば普段撮りできるし、240まで望遠して、で特にあの 1.6 倍の APS-C クロップっていうモードにすると340ミリぐらいですよね。なかなかあの望遠もできるということで、でこのマクロもね、でこれがね、あのこの RF マウントを選んだかなりでっかい要素の一つで、これ 1.4 倍なんですよね、最大撮影倍率が。まあ、これだけちょっとでかくて高くて、ね、うるさいとかあるんですけど、とてもいいです、これ。ほぼだからキノコで決め撮りするときはこいつに頼ってますね。で今このレンズホルダーつけていて、先日 の買ってよかったものランキングにも入れておきましたけれども、まあ、これにぶら下げておいて、これかこれかでフィールドでは使い分けてる感じです。で最近だと 2.8 同士の24105か。が出まして、まあ映りゃいいんでしょうね。パワーズにも無にも対応ということで。値段が45万って、なんだそりゃってね、感じですけれども。だから望遠側ね、望遠側のレンズを買うのはめちゃくちゃ大変ですね。すごい暗いレンズの単焦点とかもあるみたいですけど、同じ距離に動物がいてくれるわけじゃないんで、なかなか厳しいんじゃないかなって気はしますけれども、だからレンズは、ラインナップはよし、写りもよし、リセールバリューもよし、だけれども、値段が高いっていうところですね。いや、なんかちょっとまとまらないんですけど、じゃあ悪かったところですね。過剰書きな感じで申し上げておくと、まあ今申し上げてちょっと値段ですね。まあ、よしあしでリセールバリューはいいんですけど、買ってずっと使うようなスタンスで、結構こういうニコンとかキャノンって使ってきた方、一眼レフの時代は特に多いと思うんですけど、値段の部分ですね。で、あとはですね、静止画周りはもうなくて、まあ、細かいところで言うと、これまあ静止画モードで動画モードにすると。で、この状態だと水準器出てるじゃないですか。で、録画スタートすると、水準器消えちゃうんですよ。これは有効にできない。で、これと、今止めました。何の音もしないんですよ。これめちゃくちゃ不便です。この2つですね。だからよーく失敗してます。ワンマンで動画撮るとき。で、赤枠も細いですから、メーター離れちゃうと分かんないし、これはね、なんか、ファームウェアで簡単に改善できるところだと思うんで、なんでやってくんないのかなと思ってますね。キャノンってなんかあんまりアンケートとか来ないんだよな。ほんと使ってる人が世界的に多いんで、まあ、私ごときのローアマチュアに聞く必要もないと思ってるのか分かんないですけど、ルミックスとか結構アンケートがね、あの手この手で来るんですよ。アプリ経由で来たりとか、もちろんあの買った時のキャッシュバックに書かされるとかいろいろあるんですけど、その辺がちょっとね。はい。で、ちょっとここであの重要なこと言わせまして、動画のデメリットの部分なんですけど、補足したいと思います。これもあの別の動画で何度も申し上げていて、なんか言い過ぎて気の毒になってきてるんですけど、まあほとんどこのチャンネル見てる人限られますから、もう一度しっかりと言わせていただくと、RF マウントのいいところはですね、ほとんどのレンズにイメージスタビライザー、カタログスペックだと IS という表記があるんですよ。で、私もすごい期待していて、強調最大8段分ということで、で、これね、もう私の本当に肌感覚で言うと、この段数っていうのは、もう基本ね、静止画用と思っていただいた方がいいですね。で、今これ1435の、超広角のズームレンズつけてまして、で、状態としてはそのまさに広角の強調の手ブレ補正が効いた状態になってます。で、この超広角とかになると、ルミックスを含めて他社だと、あのイメージスタビライザー省かれることがほぼなんですけど、まあ、これは入っていまして、で、効果もちゃんとあるんですね。今ちょっと疑似的に手ぶれっぽい状態をこう出していて、だからこう静止画撮るときっていうのはちゃんと効くんですよ。でもこれがね、片や動画になってくるとかなり弱いです、このカメラ。で、まずこの、広角の手ぶれ補正の部分は、
まあ、こういう感じで聞くんですけど、歩いたり乗り物乗ったり結構な望遠でビタ止まりで撮ろうとするような時ですね。でそういう時はかなり物足りないです。で特に歩きとか乗り物系はほとんど想定されてないと思っていただいた方がいいぐらいですね。でこれを補うべく電子手ブレ補正っていうのがあるのでちょっと今入れてみますね。入りと強とありますのでまず入りにしてみます。でそうすると、まあ、顕著にクロップしてるんですけど、正直ね、聞きがものすごい限定的な上になんだかよくわかんない聞きをするんですよ。でこれも個別で検証した動画があるので、まあ、それを見ていただきたいと思うんですけど、まあ、一番わかりやすいやつをですねこの上の方にこの辺に貼り付けとこうと思いますけれども、歩いたりしてもですね日中だとほぼかからないと。で望遠にこうした時、まあ、これは35ミリなんで大したことないんですけど、まあ、240で240のテレタンとかにした時にですねたまに聞く瞬間があって、でどうもそれはですねこう手で持ってものすごい顔目にファインダーを押し付けて一瞬またビタ止まりさせられることってあるじゃないですか。その状態まで追い込むとその状態を維持できるある程度手伝いをしますみたいな限定的な動きをしてくるんですよね。でちょっと強を入れてみますね。めちゃくちゃクロップされてますけど変わんないじゃないですか。これちょっと少し手ブレ意地悪で入れてるんですけど、別にビタ止まりここまでクロップするんであればビタ止まりしてほしいんですけど、あんまりそういうのがない。特にこのシフト系のチルト系の揺れに対してあんまりないですよね。でこうロールを出しても、まあ、ちょっとカクつくのでなんか聞こうとしてるような気はするんですけれども、ほぼないっていう感じです。おしなべると。でただ先日偶然見つけたんですけど、夜の歩き撮りをですねこの電子手ブレ補正強でこの14ミリの超広角で歩くとこんにゃく現象の減少緩和効果はありました。ただそれだけです。手ブレ補正は静止画以外の部分はこのカメラは期待しない方がいいですね。非常にこれ今一番かもしれないですね。私の使い方だとアクティブにいろんなシチュエーションで分回してやんちゃに使うという意味でのブレ補正については動画の非常に不満が残るところでございます。付け足させていただきます。であとはですね、まあ、これ好き好きなんですけど、私はねこのレンズのリリースボタンこっちの方が好きなんですよ。ソニータイプでルミックスのフルサイズシリーズがここですごい良かったんですね。こう持ったままガチッとやって片手持ちのままレンズの付け替えができるので、その速射性みたいなところで言うとフィールドワーク上でやるときもめちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、ソニー、ニコン、あとマイクロフォーサーズのルミックスなんかはみんなこちらですよね。まあ強に言ってはなんですけど、ちょっとこれどうかな、こういう持ち方しないといけないんで、で軍艦部になんかいろいろつけることあるじゃないですか、ホットシューに。そういう時考えるとなんかねやりづらい。であとですね、ほんと細かいんですけど、これ PD 給電完全必須になってまして、マーク1の時初代からもそうなんですけど、本当にそのPD の規格にのっとっていて、で 27W 以上だったかな。R7 の方で検証したサイトがあるのでちょっと概要欄に貼っておきますけれども、まあ、その通りでした。私も追い検証したらですね、その W よりも 2W ぐらい低い数値ではいけたんですけど、本当にガチガチで PD 対応してるもんじゃないと一切の充電も給電も受け付けないっていう鬼の関門を持ってまして、やりすぎっていう感じです。まあもちろん天下のキャノンだから動作保証をきっちりするために高い水準を設けてるんだろうけど、ルミックスの方やですねめちゃくちゃそこ緩くて、で最近特にルミックス用のカメラボディは軒並みも PD 対応なんですけど、PD じゃないやつでも充電ができたり給電はできないけれどもとかですね、でバッチリ PD に対応していると大抵の供給口だと給電と充電両方同時にできるんですよね。これめちゃくちゃすげえなと思って、給電しながら撮影していて、でもちろんバッテリーは入れておかないといけないんですけど、バッファーのために。
でも普通の使い方であるといつも あの充電の速度よりは遅いんですけど、確かにね、撮って給電して撮影しているのにだんだんバッテリーも回復しているっていう、本当にもう充電器いらずのめちゃくちゃ素晴らしい仕様なんですよね。そこはちょっと見習ってほしいなっていう。制限の緩和とその同時ですよね、充電と給電両方できるというところをぜひ真似してほしいなと思います。でこれ多分どのカメラもそうだと思うんですけど、今ってめちゃくちゃ早いんですよ起動。でもこれがあ、だと言い忘れましたけど、このねメカシャッターの膜が降りて保護されるっていうのもめちゃくちゃいいです。まあ、フォトレシオさんなんかこれが実はこの状態であのダメージ当てた時にめちゃくちゃ修理代高くなるからやめた方がいいみたいなことを言ってましたけど、ホコリ取りがめちゃくちゃこれで重宝してます。だからこのセンサーに対して吹きつける必要がほとんどないですね。たまにまあ忘れた時にやってますけど、あの超音波の私は電源落とすごとに自動でやらせてますんで、それとこのシャッターがあると完璧ですね。あとこのレンズ側の後ろ玉に吹きかければ問題なし。で話戻すと、レンズ付け替えた直後、壊れたんかいっていうぐらいかかっちゃいます。1回目ね、1回やればもう大丈夫なんですけど、これがねちょっとあれって現場で思うことっていうのはありますね結構。ただこれはまあしょうがないんじゃないかな。この G92 もそんな傾向ありますし、ただそれにしても普段が早いんでね、3秒ぐらい待たされるじゃないですか、おいおいっていうね。でちゃんと付け替えた後に電源切ってるんですけど、こういういろんな制御してるんですよね。ちょっとつけますね。なんか読み込んでるんですよ。にもかかわらず、あ、でも今は同じレンズだったからすぐつきましたね。だレンズの種類が変わった一発目の起動がちょっともたつくってところですね。じゃあこのカメラはどういう人に向くかっていうところなんですけど、もう誰にでも OK ですね。逆にただ言うと、あの動画のビデオグラファー系の人とかがもしいるとすると、 R5C っていう動画専用機があるぐらいですから、私みたいにですね、キャノンもシネマカメラやってるから、どの RF のマウントのシリーズ買ってもまあ大丈夫だろうっていうようなちょっと高望みをしていたところがあったので、そこはちょっと申し上げた点で要注意。まあなかなか内蔵マイクこだわる人とかね、いないと思うんですけど、その水準器の問題とか P 音が出ないとかね、動画スタートストップでワンマンの結構こういう運用だとなかなか本当に致命的なエラーにつながったりするので、まあ、そこはちょっと要注意ですけど、まあ、スチールメイン半分以上の比率がスチールで何でも撮る、まあ、ポートレートもいいし飛行機撮り、まあ、何でもめちゃくちゃ合う非常にオールマイティーなかなりハイクラスなカメラだっていうのが私の評価ですね。だ誰にもおすすめできますけど、とにかく高いん で、アルフマウントはもうね、もう天下のキャノンがやって気合い入れてやってますから、これがこけるなんてことはまあないと思うんで、中古の R とか RP とかね、もちろんこの6の初代とか、あと5も Mark II が出る出ないとか言ってるので、そういったところの古いものを買っても十分いいと思います。RF マウント自体が本当に実際のバリューもあるし、大きな不満が出るようなやりたいことができないみたいな阻害されるみたいなことはないシステムなので、まあ、どれ買っていただいても比較的あの新しい企画なんでね、とてもいいんじゃないかなと思います。いや本当素晴らしいですよ。不満はありますけれども素晴らしい、とにかくもう写りが素晴らしいって感じですね。はい、ということで、まあ、編集時にいろいろちょっとちょいちょいとほぼ静止画だと思いますけれども、まあもうお見せしたものがほぼだと思いますが、まあ作例もいろいろ出しつつご案内いたしました。こんな感じでこのチャンネルはですね、最近名前変えましてオタクサブということにしたんですけど、まあ、最近の主な内容はこういったカメラガジェット系の検証とか語りの小出しの動画と、あとアニメがですねクールごとにだいたい区切って、最近もしかしたら今日かなと撮るかもしれないんですけど、アニメ語りとかですね、
そういうことをやってますんで、ちょっとでもお得成分があるそこのあなた、ぜひチャンネル登録して見ていただけると幸いでございます。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。